どうも、ごまでーす。はい、続きがやっていきましょう。じゃあ次はこの右のいかついおっさん倒していきたいと思います。ジャンクマン、ゴミやん。ゴミ男。それでは今回も雑談しながらやっていきましょう。3日ぐらい前の話なんですけど、仕事から帰ってきて一人で飯食ってたら、チャンチョク、親戚の5歳児、隣の家に住んでる、名前チャンチョクで呼びさせてもらうけど、チャンチョクが泣きながら、この小村家にやってきて、で、その後ろからミクさんが、チャンチョクのお母さんの名前ミクさんって言うんですけど、ミクさんがもうブチギレながらうちやってきたんですよね。もう、めっちゃ泣いてる子供とめっちゃブチギレて親の親子がね、もうわめき散らしながらね、小村家にやってきたんですよ。僕飯食ってたのに、一人で。静かに優雅に飯食ってたのにさ、急に嵐のような二人が、なんか、わー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 言いながらさ、うちやってきてさ、で、チャンチョクめっちゃ怒られてるんよ。で、もう多分チャンチョクはもう怒られすぎて逃げるようにこの小村家にやってきたんやろな。この助けを求めて。で、残念ながら家僕しかいないんだから、多分僕のお母さんかお父さんに助けを求めてきたんやと思うけど、残念ながら僕しかいないんだよな。俺ちょっと対応できんからさ。一人で飯食ってたら、ダイニングルームに二人がもう泣きながら、ブチギレながらやってきて、チャンチョクはなんかつってね、なんか僕悪くない、僕悪くないって言ってるんですよね。で、ミクさんは、お前何、なんであんなことしたってめっちゃブチギレてるんよ。そのままダイニングルームの、なんか、部屋の角にめっちゃチャンチョク追い詰められていくんよ。で、めっちゃ追い詰められた状態で、なんか、あれなんや。あ、今作からこれか。LR 押すだけで能力使える。前までメニュー開かなかったのに。ラッシュ使うときはメニュー開かなかった。こうね。高いできんで、そのね。お前話したっけ。まあ基本的にこのね、ちゃんちょ親子はね、家でなんかしてても基本的に無視すんねんけど、もうさすがにうっさいからさ、何があったのっていう気になるわけやん。でもこの二人ね、なんか、チャンチョ君はもう僕悪くないしか言わへんし、ミクさんはなんであんなことをしたみたいなことしか言わへん。全員中身について喋ってくれんねん、この説教してる間。何があったやろなと思いながらさ、飯食いながらね、説教されてる姿見てたんですけど、チャンチョ君時折僕の顔見てめっちゃ助け求めてきたけどね。なんなら気づかんふりしてたから気づかへんくてさ。で、そのね、もう、ミクさん無事切れまくって、お前、もうお前と一緒にいるの嫌やって、もうこの小村家にいなさい、こっち帰ってくんなって言って、ミクさん帰っていくんですよ。そのまで、いやいやいやってもうチャンチョクめっちゃ泣きまくって、でもね、帰ってくんな言ってるやろっつって、そのままね、チャンチョク泣き崩れてしまうよ、その場で。そのダイニングルームの角で、もう。で、そのままミクさん帰っていくんですよね。で、チャンチョクずっとダイニングルームで泣いてるんですよ。で、ずっとカレー食ってるんですよね。最悪やった。これ僕が処理しなあかんのと思って。いやって他人の泣いてる子供放置してくなやん。どうすんのこれと思ってね。でもこれさすがにこのまま放置して僕自分の部屋戻るわけにもいかんやん。なんとか対抗策なんか対策取らなあかんって、なんとか慰めなあかんな。とりあえず泣きやまさなあかんなって思ってさ。これはお見に行け。あ、ちょ、怖い。で、まあね。まあとりあえずちょっとカレー食い終わるまで待ってと思ってさ。カレー食いながらどうやって泣き止まそうか考えたんですよね。うわ、マジか。最悪、僕がカレー食い終わるまでに、うちのお父さんとお母さん帰ってこようかな、どこ行ってるか知らんけど。もしか勝手に泣き止んでくれんかなっていう願いを込めながらね、ゆっくりゆっくりカレー食ってたんですよね。で、まあ、普通にカレー食ってたらさ、チャンチョ君だんだん、ね、ちょっとずつ泣き止んできたんですよ、勝手にね。もう泣き疲れて。で、半泣きの状態で、なんか、僕の前通って、隣の部屋に移動するんですよ。で、隣の部屋リビングになってるんですけど、隣の部屋のリビングで、なんか、アニメ見ようとし始めるんですよね。泣きながら、半泣きの状態でアニメを見ようとするんですよね。チャンチョ君、なんかアニメ好きやからさ。で、なんとかテレビはリモコンでつけられたんやけど、いつもね、アニメネットフリックスで見てるんですよね。で、テレビのリモコンにネットフリックスボタンで押したらネットフリックス見れるんですけど、ちょっとそれがわからなくて、チャンチョクリモコンのボタンめっちゃ連打して、それでもネットフリックスのチャンネル映らへんから、もうめっちゃ悔しそうに、
もうめっちゃ悔しそうに、なんかソファーの上で、そのリモコンをね、バンバンソファーに叩きつけてたんですよね。なんでや、なんでやって。なんで映らへんねや、って。泣きながら、かわいそうと思って。さすがにこれはちょっとかわいそうやなと思ってさ。カレー食いながらやったけどね、何も言わずに、ネットフリックスボタン押してあげた。いや、また好感度上げてしまったわ。上げる気ないのに困るわ。子供に好かれちゃうからな。っていう話。上は、あれ回復かな。で、まあ、その後ね、親に聞いて何があったのか聞いたら、あ、これエネルギーのやつだったんか。これライフ回復欲しいな。なんかね、ちゃんちょくんが、向こうの家で飯食ってる時に、ちゃんちょくん、赤ちゃんの弟がいるんですけど、ミクさんが赤ちゃんのお世話してる間に、ちゃんちょくんがなんか、野菜を、自分の嫌いな野菜、なんか食事中やったらしいんですけど、自分の嫌いな野菜をゴミ箱に捨てたらしいんですよね。もう食べたくないっつって。ミクさんが赤ちゃんあやしてる目を盗んで、嫌いな食べ物をゴミ箱に捨てたんですよ。もうそれに気づいたミクさんがブチギレったらしい。ね、いや、そんなことでそんな怒んないやと思う。なんかこの話聞いてさ、うちのお父さんとお母さんは、ああ、それはあかんなーって言ったんですよね。いや、そんなかって思ったで。そんな、ねえ、僕から見たらあんなもう DV やんって思うぐらいさ、ブチギレたんですけど、その DV するほどブチギレることかと思ったんですよね。食べ物を粗末にしてはいけないって教えたかったのかもしれんけどさ。僕から見たらもうね、自分の子供を粗末してるしか見えへんだからな。さすがにかっこいいな。さあ、今自分の作った、わあ、シュ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 、いやあ、おお、ゲームオーバーか。まあでも自分が頑張って作った料理をさ、捨てるのはさ、ちょっとね、腹立つかもしれんけどさ、自分が頑張って作った子供をさ、僕の家に捨てていくのやと思うわ。もうやってること一緒だぞって思ったもん。っていう文句を直接言うのは怖いんで、うちのお母さんに言っといた。これがね、3日前の話なんですけど、それからね、夕飯の時いつもちゃんちょくん、こっちにいるんですよね。自分、ちゃんちょくんの家じゃなくて。多分もう、ご飯関係で怒られたことがトラウマで、夕飯の時間だったらね、小村家に入り浸るようになったんですよね。ちょっと前までもそんな状態だったんですけど、ね、いやー、ちゃんちょくんの弟が生まれてからね、ちゃんちょくん全然こっち来おへんくなったと思ったらね、また来やがるようになったわ。見てもいいんやけどさ、僕に話しかけてこんといてほしいのな、ちゃんちょくん。僕鼻血出てさ、鼻にティッシュ詰めてる時のちゃんちょくんがなんかめっちゃ僕をいじってくる感じうざいわ。何してんの何してんのって。そこはもう気遣ってくれよ。出血してんねんな。コモナさんは。大事な時期やねん。ああ。その攻撃力にくいな、お前。ギャー。あ、でも子育てって難しいよな。一応教育ではあるからな。そう、なんか食べ物を粗末にするの的なね。まあ、それでもやっぱ怒鳴りつけるのはよろしくないよ。やっぱ怒鳴るとね、なんか、そいつ、そう、怒鳴られた子供もさ、怒鳴る系の人間になってしまうと思うんですよね。僕怒鳴られてこなかったからこんな静かな人間になってると思うんですよ。怒鳴ることの嫌悪感すごいからね。怒鳴らずね、なんか、その、あかん理由をしっかり説明してさ、理解するまで。静かに説教しろよって思うね。お、ライダーぜ。ジャンクシールドは、弾が周りを回っているんで、防御に使えますね。シンラッシュ、その弾はたくさんのダメージ受けると壊れてしまう。チョイスだじゃ。わかりました。あかんな、こいつら。前回前のがまだマシやったわ。まともな会話されたら、それはそれで退屈やったな、今の。はい、次は、ブラストマン。ジャンクと比べたらだいぶ攻撃的になったな。それでは、このステージはコメント返しながらやっていこうと思います。小村さんを吸い込んだらどんなコピー能力が使えるようになりますか？あれやね。ゲームするんちゃう？カービィやってる時に僕吸い込んだら別のミニゲーム始まるんちゃう？
ちょっと嬉しいやつ。最近そういうゲーム減ったよな。まあ正直あれやもんね、ゲーム中に違うミニゲーム出されてもとは思うけどな。クロード OK。過去人間が住んでたみたいな世界に小村さんが行くことになったらどうしますか？やっぱ遊べるゲーム探します？そりゃあね、生きるための何か探すんじゃ、真面目に話すと。まあ、その上でゲームとかも探せよね。その、暇つぶし。ああ、いい感あるやん、取れへんか。なんか、いい感使わんしな。まあ、暇つぶしのためにも、ゲーム探すと思うしって感じやね。あとね、滅んだ文明のゲームとか気になるやん。小村さんは職場で怪我とかしたことありますか？前の職場でも今の職場でもないかな。ないなぁ。てか僕人生であんま怪我とかしたことない。骨折とかも一回もないしな、はい、何してんの？ロックは何してんの？ビビるわ。上行かんでよかったの多分。怪我したくないなぁ。大人になってから知ったわ。仕事中に怪我するって大面倒くさいよな。なんか始末症状ではないけど、なんか労災っていうの、なんか書類とか書かなあかんやな。あれマジでだるいなって思うわ、見てて。いや見たことないけどね。でもなんか多分めんどくさいやろなって勝手なイメージあるわ。KY といえば小村さんのヒヤリハットエピソード、ジャンプ。また聞きたい子も。なんかあったかな、ヒヤリハット。ヒヤリハットっていうのがなんかね、仕事中にヒヤリとするようなことを、まあこれ怪我してしまうかもな、みたいな、ちょっとギリギリの、なんか、ワンチャン今の怪我しそうやったな、みたいな、そういうイベントみたいな。やったと思う。なんかあったかな。まあ、細かいこと言い始めたらこんなしょっちゅうやんな。言うたら誰でもあれやろ。あ、この前50歳のあれ教育してるときあったな、一回。なんか僕がそのあいつさ、あいつも殺そうとしてきたよな。わざとか知らんけどさ、なんかね、僕がちょっと機械に手突っ込んで掃除してるときに、僕がこうやって機械に手突っ込んでるときは絶対作業停止ボタン押しといてくださいみたいなこと言ってたんやけど、そのなんか説明しながらやったんですよね。そこに作業停止ボタンがあるやろみたいなこと説明したら、なんかしたんやけど起動ボタン押しやがってんな。ビビったわ。この状況でどう考えて起動ボタン押せんと思ってさ、機械動き始めて、まあ、全然な気をつけたから全然大丈夫やったんやけど、あれ近くに上司いたら絶対めっちゃ怒られたわ。いやー、怖いねー、50歳っていうのは。ちょっと耳も遠いからさ、僕が何言ってるかね、聞き取ってくれへん時とかあって。で、聞き取れてへんのに、その聞き返してくれへんねんな。なんとなくで行動し始めて、それでなんかね、ちょっと危ないことあるっていうのが多々あったね。まあ、その50歳もなんかしたんけど、仕事辞めていったから、いいんだけどさ、強いな。小村さんは、今一番欲しいものは何ですか？愛かな、ラブかな。いや、いらんな。結婚とか興味ないもんな。信頼かな。なんか信頼できる友達が欲しいね。まるでチャンチョ君とウサラブさんに信頼がないかの言い方やけどね。まあね、なんかゲームできる友達かな。そりゃな、それ欲しいな。ゲームできる友達が欲しいです。チャンチョ君忙しいし、ウサラブさんもなんかずっと絵の勉強してるし、まあ普通にゲームする友達もやしね。まあ動画でもゲームやってくれる友達でもええな。なんか、あれやん。やっぱ一人でゲームばっかやってても飽きるからさ、見てる方も、あれやん。僕の一人実況ばっかよりはたまには二人実況見たいやろ。コラボみたいなさ。なんか YouTube の、なんかこの YouTube 投稿する側にしか見えへんアナリティクスっていうのがあんねんけど、あなたにその YouTube の動画の再生数伸びる方法を教えてあげましょうかって言ってくるんですよね。もう何やろと思ってみたらね、コラボ動画をいっぱいしましょう言われてさ、喧嘩ってんのかと思う。それができたら苦労せんわって。誰誘えばええねんっていう。あー、なんか。ちょっと、小村さんは遅刻した時どういう風に謝りますか？すいませんって、普通にすいませんって言う
まあでも遅刻した内容によるよな。親が倒れたとかそういうしゃあない理由やったらなんか普通に、いやすいません遅れましたって言うけど、僕が完全に寝坊とかで悪い理由やったらめちゃくちゃ謝ると思う。ごめんなさい、もうこんなことないよ絶対しますって言って、本当にごめんなさいって、もう何なら土下座するかもしれん。土下座しろ言われたら、地面が綺麗やったら土下座する、地面が汚かったら土下座しへんけど。ポンポコさんはレジ締めとか閉店作業が好きって言ってました。小村さんはバイトで好きな作業ってありますか？それはもうあれやろ、あれあれあれ、あの出勤時間書き込むとき、なんか退勤時間か、退勤時間書き込むときやろ。あれが一番楽しい。あれ？なんで上行ってくれるの？ロックマン。くそー。だって仕事終わるときやし、もう仕事終わるときの最後の仕事やん。退勤時間書き込むとき、残業時間書き込むときなんて。一番ワクワクするわ。これが俺の金になるんだっつって。小村さんは東京に行ったポコピーから毎日 LINE 来たらきちんと返信するタイプの恐竜ですか？まあ誰からでも普通返すよな。僕 LINE 返せんっていうのは信じられへんねんけど。既読無視みたいな。だって向こうから喋ってきてるのに無視してるわけやろ、ね、別に独り言みたいな LINE やったら別にいいけどさ、質問してきてるやつに対して 2,3 日後に返すの意味わからないよな。ねえ、聞いてるかちゃんちょくん。聞いてるかちゃんちょくん。僕が信じられないね。やむを得ない事情でもし有名なゲーム会社の製品やソフトサービスが販売停止になったら、ネット配信を伴う Steam などのゲームソフトが高額のため適正価格で購入できなくなったら、小村さんどうしますか？適正価格じゃない価格で買うけど、どうしてもやりたいゲームやったら。でもあんま値段見えへんしな、ゲームやるとき。 Steam とかしょっちゅうセールやってるけどね。セールやから買うというより、セールやからおすすめされてるから、なんか面白そうなあれやなと思って見つけて買うって感じだろうな。壁に関しては全然僕見てへんな。さすがに1万超え始めたら考えるかもしれんけどね。これ買うべきかって。現在の小村さんの推し店はありますか？子供の頃はブックマーケットだったけどね。最近ファミマしか店行かへんしな。ファミマです。マジで外出えへんからね。ファミマしか行かへん。小村さんはバレリーナと戦うことになったらどういう戦法で戦いますか？どういう戦法で戦うやろう。空中戦しかないんちゃう。やっぱ足が強いわけやろ、バレリーナって。最強の足技使いやからさ。空中戦しかないよな。上から攻めるしかない。まず僕が飛ぶこと覚えなあかんわ。レッドブル飲んでから戦うんちゃう。翼授かってからしか戦わへんと思う。剣眼シリーズで小村さんの推しの闘技者は誰ですか？ちなみに僕は金田推しです。金田いいよな。金田まあこれ剣眼シリーズのいいところでもあるけどさ、金田あんな登場の仕方しといて退場早いよな。あんだけ尺使っといて金田なぁ。金田と氷室の関係好き。僕の推しは関林かな。プロレスラー、結構プロレスラーのことね、あんま好きじゃなかったけど関林好きになったからな。なんかケンガンアシュランの世界でプロレスラーちょっと頭おかしくて、なんかプロレスにとんでもない誇りを持ってるんだな。でプロレスラーっていうのは相手の攻撃を絶対に避けないとか言って、相手がどんな攻撃してきてもね、絶対攻撃当たりにくいよ。当たりにくいっていうか、絶対食らうんよね。プロレスラーは攻撃を受けることはしねえっていう。観客が盛り下がっちまうからな、つって。どんだけやばい攻撃来ても絶対耐えるんですよね。あの姿はかっこよかったね。その信念を貫く戦い方がめっちゃかっこよかった。それ見て関林好きかな。トーナメント戦っていう体力を温存した戦い方しなあかんっていう話のはずやのに、プロレスラーずっと攻撃を受けるからね。わーっと危ね。関林かな。喧嘩者結構みんな好きやけどな。嫌いなキャラ多分おらんわ。マジでおらん。いい日な。今ちょっと考えてみたけど、おらんかったわ。全員好きです。小村くん、ジャンプ毎週読んでる。ジャンプ動画やってほしい子も、サムライ8の話とか。
いやー、ジャンプね、僕は単行本早からさ、気に入った漫画を単行本で買って読むって感じなんで、ね、ジャンプ毎週読んでるわけではないですね。あれもなんかネットの情報で、ちょっとネタバレ食らってるところはある。あんま僕ネタバレ禁止にしてやから。だからなんか、最近ワンピースめっちゃ盛り上がってるやん。ネットで。わーっつって感じね。だから最近のね、単行本早いけど、最近のワンピースの中でなんとなく分かってるよって感じになってるんですよ。まあ、変な、あ、落ち着く。だから、ジャンプ、だからそう、なんていうの、有名じゃない方の連載作品とか全く知らんかったりする。名前だけ知ってるんだと、坂本デイズとか、マッシュルっていうのは、マジでタイトルしか知らんみたいな感じ。うわぁ、1位かこれ。めっちゃ注意しながらやん、それ。サムライエイドも僕全然知らんよ。ナルトの作者と、あれ、ナルトの次に書いたやつやんな。なんか、ネットでめっちゃ馬鹿にされてることしか知らんよ。めっちゃ異常に馬鹿にされてたんやけど、全然面白くないって。なんかさ、一回そういう流れできてしまったらさ、どう頑張っても馬鹿にされるくない？そう、それをもうオタク界隈の悪いとかで思ってんの。なんか、あれ、僕のヒーローアカデミアとかさ、一回なんかさ、言葉の使い方おかしいみたいなイメージつき始めてからめっちゃバカにされてるイメージあるんですよね。そんなね、悪くないと思うんだけどな。まあ、これはちょっとあれだよね。僕が変なところ見てるからってだけかもしれんけどな。まあ、そういう、あんまね、そういう意見に流されて作品見んのもよろしくないなとは思うね。感じです。ちょっと待って、こいつなかなか強いな。攻撃到来のが鬱陶しい。コメント読めへんけど。うわー、タイムストップ。小原さんは詐欺に遭いそうになったこととかありますか？もうしょっちゅうあるよ。もうしょっちゅう金貸してって言われても、もう死ぬかい結局。で、金貸して帰ってこへんやん。もうこれ詐欺やんな。あいつは詐欺やと思ってへんかもしれんけど、僕は詐欺やと思ってます。僕が優しいからさ、あいつは捕まってんけどさ、僕が一回もう警察に電話かけたらアウトやね。僕から金奪って返さへんやつって。って思ってる。仕事中とか通報してそいつが捕まる姿とか妄想してるから。ね、優しいやろ、それで済ましてるからね。最近振り込め詐欺とかなんかひどいらしいね。なんか、ご老人とかってどうしても引っかかっちゃうらしいやん。ほんまにその、ね、ATM に対する知識とかで、振り込め詐欺に対する知識とかない人らは。怖いなって思うわ。結婚する予定ないからさ、最終的に僕、老人だったら一人なわけやろ。誰もそんな結婚詐欺、振り込め詐欺とか、電話してきてもさ、誰も助けてくれんのじゃん。家族がいい日から。もう喜んで払うんちゃう？逆にちょっと怪しいと思っても。久しぶりに人と喋れたみたいな。ありがとうって感じで100万ぐらい払うんちゃう？それぐらい人に飢えてたらどうしよう。嫌やわ。小原さんは、口臭に自信があるタイプの恐竜ですか？なんか割と自信あると思ってる。もう小学生ぐらいの話になるけど。なんかめっちゃ匂い嗅いでくるやついたよね。小村くん無臭やんって言ってたから。今は分からんけどね。デンジャーラッパー、爆弾を泡に包んで発射するんですね。もしかして、爆弾以外のものも包めるかもしれんの。ライト博士おもろいって、ジジイ来んなよ。ギャグギャラか、ヒロイン来てくれよ。はい、ということで、あと1個くらいの会社で。コモナさんは、琵琶湖タワー行ったことありますか？もう存在すら知らんねんけど。絶対琵琶湖に立ってへんよな。琵琶湖タワーって。琵琶湖の中に立ってへんくせに琵琶湖タワーって名乗ってそう。めっちゃイメージで語ってるけど。海岸とかにあるんじゃないの？行ったことないです。おー、6番戻ってきたか。はい。ところでライト博士、ポレテは一体何をしようとしてるんでしょうか？今更？だいぶ最初の話が増えてて。行動を見る限りでは、敵ではないとは思うんじゃが、あの見た目で。お、
新しい敵か。ワイリーがロボット博物館を襲撃している。立ち向かうのじゃ。返事なし。ああ、イベント戦やな。これもなるか。小村さんはカラオケでニュータウンでしょうか。アニソンかな。その時見てたアニソンとか歌っちゃうよ。これ歴代のキャラ。すげえ。スーファミのグラフィックになってる。わざわざ作ったんや。うわ、全然ちゃうやん。一番右のやつとか。これ1か2みたいなやつある、こいつ。あ、こういう息の計ら、うお、ガッツマン。いいな、こういうなんか新しいグラで見れるのっていいよな。おじさん、おじさん。だいぶ無理やり上行くね。昔いたキャラを再利用してるんか。てか、博物館に飾られてるんだな。かわいそう。カラオケなぁ。まあ、シンフォギアとか歌いがちやけどね。アニソン以外って言ったらね、学生の頃ハマってたアクアタイムズとかしか歌わんけどね。あ、上取れた、上取れた。今まで僕は頭当ててなかった、逆に。オッケー。あ、すいません、オッケー、わかりました。理解しました。小原さん、好き嫌いないとのことなんですが、ターメとか食べられるタイプの恐竜ですか？多分食べれると思うで。ターメなんてあれやろ？言うたら、あれや、エビみたいなもんや。エビも言うて気持ち悪いけど食べれるしな。まあでも実際見てみなわからん。ポコピーの動画でしか見たことないからさ、リアルで見たらマジで無理と思っちゃうかもしれんな。多分大丈夫やと思うけど。だって他にも食ってるやついるしなって思っちゃうからね。全然ゲテモノには割と自信あると思ってます。ところで小原さんは小さい頃に食べられなかったけど、今は食べられるようになったものってありますか？食べられるようになったタイミングとか覚えてますか？そやな、僕子供の頃、寿司食えへんたな。なんか知らんけど。なんか寿司は僕うなぎしか食えへんたな。特に理由もなかったんですけどね。多分食べたことないものやからっていう理由やったと思うからね。食わず嫌いだったんですよね。だから食べたら美味しい、普通にうまかったから、食べれるようになったタイミングは食べた時やね。食わず嫌い以外で僕食えへんとこなかったと思うしな。って感じですね。何の参考にもならんね、これ。やってきました、ライト博士。6番、大変じゃ。またワイリーの戦闘ロボットがマジで暴れてるんじゃ。立ち現場に向かってくれ。6番、喋らず。はい、ということで、今回この辺にしましょうかな。キャラが増えたと、ガッツマいい品や。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。